還元美容、乾燥する肌にも髪にもおすすめの EQ ウォーターの使い方。皆さんこんにちは。今回はリズムヘアデザイン一押し、髪にも肌にも保湿効果が高い EQ ウォーターの使い方と効果を紹介していきたいと思います。使うタイミングはシャンプーとトリートメントを流した後につけていきます。まずはアウトバストリートメントとしての使い方から。お風呂上がり、タオルドライする前の髪に3から6プッシュほどを吹きかけます。髪の長さ、量、ダメージなどに合わせて量を調節してください。その後ブラシで溶かすか手ぐしを通して EQ ウォーターを髪全体に行き渡らせます。その後タオルドライし、ドライヤーで乾かしてください。EQ ウォーターには髪の乾燥を防ぎ、保水力をアップさせる効果があります。なかなか改善が難しいアイロン、コテなどによる熱のダメージにも効果的で、硬くなってしまった髪表面のタンパク質に作用し、柔らかくして潤いを与えることができます。次にお肌への使い方です。保湿効果が高く、お肌の乾燥を防いでくれます。また尿素配合なので、硬くなった角質を柔らかくし、保水力を高めることができます。ハンドクリーム代わりに使うのもとってもおすすめです。乾燥した手肌にはクリーム、オイルなどを塗るのが一般的ですが、油を塗ることで肌はどんどん水をはじくようになり、必要な水分も含めない硬くくすんだ肌へと変わっていきます。こうなると切れたり割れたりしやすくなっていきます。EQウォーターには高い保湿力がありますが、油分は一切入っていません。動画を見てもわかると思いますが、 EQ ウォーターをつけた後の肌は白くみずみずしくなっていると思います。これが必要な水分を含める水と仲良しな肌の状態です。水を弾いて荒れるのを防ぐのではなく、根本的に荒れないみずみずしい肌を作ることが大切なのです。ここで EQ ウォーターを使っていただいたお客様の声をご紹介したいと思います。今まで使っていた洗い流さないトリートメントやヘアオイルのように髪がベタついたり重くなったりしない、でも先まで潤ってまとまる、ハンドクリーム代わりに使ってます、全然ベタベタしないのに指先まで潤ってすべすべです、髪にも肌にも使えて大活躍です、バッグに入れて持ち歩いてます。